やってきました。めっちゃでかいね。うわうわー、スタイルすごい。初めての、おはようございます。おはようございます。たっちゃんです。たっちゃんです。たっちゃん、ドリアンマスターへの道第1弾。イエーイ。5時ですよ。朝叩き起こされました。ここからですね、ジャンタブリまで3時間半ぐらいの旅をしまして、久しぶりのドライブやな。ドリアンファームに行きます。後ほどドリアンファームで決めてる。暗いよ。ガソリン入れながら朝は自分のガソリン。ことではないでしょうか。こっちもドリアンの皮が運ばれてた。そう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 。ドリアンをもういっぱい食べましたって後です。楽しい？ドリアン。すごい気配テンションになっちゃってる。到着しました。ちょっとワンチャリすごい舐められてます。手をびっくりしました。歓迎してくれてるね。こんにちは。これは今マンゴスチンが目の前にあって、ドリアンはあのここにいるね、奥に。めっちゃでかいね。すごいね。これも大きいよ。こっち見て。これでかい、マジで。いっぱい紐ついとるなって思ったけど、うんうんかけて落ちんように、揺れんようにしてあるんやって。重たくて落ちるよね多分ね、うん、この幹から直接なるというこの事実を皆さんに知ってほしい。見て見て、お、お互いで気づけんようにクッションしてる。今取れたてのマンゴスチンだ。取れたてで、そういう言われ方するんや。するよ。うわ、すごい。あ、きなり。どうぞ。コプンカープ。コプンカープ。なあろいな。アロイ。アロイ。これは絶対アロイ。うま。うわ、美しい。見て。うん。ね、めっちゃみずみずしいし、マジで今まで食べたマンゴスで一番うまいと思う。あ、うまあ、うまい。うわ、取れた。こうや。登ってやるんですよね。枯れが届かないとことか。登れるんすか、こんな。あんまり葉っぱが生えないの。確かに中側は意外とさ空洞なんやね。高いから超重たいですね。いや、全然長いから。すごい。結構重い。これもちょっとずつこう売れていくのをこうやってちょっとずつ取っていくんですか。まあ今日は1日おきに、うん、見に来て収穫して。うわ、大変ね、手作業です。こういう色だとまだまだ、すいません。ほら、この色になんだよ。はい、すごいよね。あ、見て、色ついてる。あれあれあれ、どれこれ、どれありました。どうでしょう。あ、まだ正解正解で、うれしい。すごいやん。やった、正解しました。取りますか。手でこういっていいんですか。え、たっちゃんやりたい。
どちらな、背が高いじゃん、どちらな。ここで、この茎が一度折れちゃうと、はい、売れなくなっちゃうんで。取れた。あ、ポケット簡単だよ、これ。オッケーです。ここ取れる、簡単に。面白い。面白い。減らしてもらった。どちら。重大やぞ。重大やぞ。さっき手で取ったイメージを次は棒でするんだ。三人がかりで。三人がかりで。あ、取れた。気持ちよく取れるやね、ちゃんと。取れやすかった。すごい。取りました。はい。いいですね。いい色ですね。おもろ。これずっとできるわ。楽しいで。あ、結構色がまだこのくらいでも取ってはいるんだね。これはなんで緑くても取るんですか。この斑点みたいのは入れたらもう収穫できるんですよ。はい。じゃ、なんだ、さっきこれたっちゃんが置いたやつ、ちょっと遅い、遅いぐらいなんだ。売れた。じゃあ勝手に色ついていくってことか。そうなんですよ、取った後に。はい、面白い、これだからもう売れすぎちゃってるんで売らないで、あ、自分で食べる送るまでに悪くなっちゃうってことですか。はい、すいません、だんだん出てくる。これやばい、めっちゃ綺麗。むずいよね、だってちょっと赤いのが出たらどんどん取らんといかんってよ。その見極めがすごい大変、うん、これこれこれ、この赤い斑点が入ったと思うやん。これはダメらしい。傷なんだって。奥が深いですね。奥が深い。難しい。めちゃ食うやん。やめください学んでください。食べます。生産者は美味しく食べる人が多ったら嬉しい。マジでうまい、ね、この子めっちゃタッチャリ懐いてるやん。なんかいただきます。おいしい。おいしい。サバジカ。さあ、ついにタッチャンやってきました。ドリアン畑です。ドリアン畑。たっちゃん、プロフェッショナルの技をついに見れますよ。ね、あの布持ってるよ。あ、嘘、バンってするやつ。バンってするやつやろ。ネットでしか見たことがないあれを生で見れるなんて。すごい、あの高いところにあるドリアンを取ろうとしていらっしゃる。おお。すごいね。裸足で駆け上りやんしゃ。おー、すごい。うわー、下の人すごい。おい、お姉さんのキャッチすごい。ドリアンを傷つけないようにですか。下でタオルキャッチ。15メートルぐらい。15メートルぐらいあるよね。うおい。そう。やっぱ触ってるよ、とっちゃん。ポジブリって触って、ね、押してる。うわー、売れとるか売れてないか見ない、うん、重そう。合成したらいけない。ちょっとぽいぽい。綺麗、ビューティフォー。なんか商品撮影みたいだよ。みんなに指導され。これ赤、okay. 赤で、はい、ちゃんとシズマンと一緒に。初めてのドリアンキャッチ。
もうちょっと車んと。そう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 。おし、掴んできた？手怖い？全然。しっかり持っとかんといかんっていうのが分かった。あらあら。手痛くないんだ。痛くない。もっとこう屈伸を使って。ああいい。早くこう閉じちゃいません。わかります。ね。はい、閉じない方がいい、いいんですよね、多分。そうですよね、こうなって、こうなって。頑張れ。あー、いい、掴んできた。おもろい、やばい。楽しい。ドリアンファーマーへの道。これ夢が叶った一個。おお。いい。おお、よし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 。もう仕事してるやん。お試しの回数じゃないのよ。撮ってる私ももう疲れてきたぐらい。タッチはもうやると決めたらやりだしちゃうもんね。おーい、おーいし、から見たらめちゃくちゃキラキラした目でドリアンこうやって待っててドリアンを待ってる時の顔面白いだね。かっちゃん多分この一箱分ぐらいは取ったよ今多分。人の首と親指でこのつなぎ目をしたそれのところを持ってで、あとはここに歯をやって、多分こう、こんな感じで、歯を入れる。うん、して、下側こうやって、はい、気をつけて。硬い？硬い。おー！あれ？ゲーム、ゲーム。急に取れた。収穫もむずいんやね。なんか斜めに切れてる。いいね。楽しい。サヌークマン。サヌークマン。これはモントン。モントン？チャニー。チャニー。え、チャニー？柔らかいもん。ほら、シワシワで。柔らかい。絶対うまいやんこれ。開けたてチャニー。どんどん出てくる。うわ、とろとろ。うまい。うまい。後味がすごい。味出てくる。アロイマーカップ。なんかバターみたい。新しいよ。取れたてチャニ。取れたてチャニ。いきます。ねえ、アロイマー違う、舌触りが全然違う、ね、でも今までモントンしか食べたことない時はさ、なんかドリアンをさカスタードクリームっぽいとか言う人わからんって思いよったけど、思いよったこれはクリームやね、ほんとやっぱ品種によるんだ、表現って、ね、ドリアンってやっぱまとめて言っちゃうけどね。そうだ、今思ったら畑ドリアン臭くない。ないこれも今開けたてはね、匂っても全然臭くない。やっぱ新鮮って大事なんですかね。アロイカーたっちゃん2個目です。あのドリアンの味を知らない人たちにさ、こういうめっちゃ美味しいドリアンを食べてもらいたい、広めたい。いや、綺麗にして持って帰ろうと。お土産どうぞって。乾燥させてキーホルダーにしようか。でかくない？かわいいね、でもちょっと。
どっち持って帰ろうか迷ってる、ね、やめてくださいお願いですから。まあまあもうドリアンの匂いしてるわこっちこっちドリアンそれ家に飾られたらすごい家困るんですけど。いや違う、こっち右耳こっち左耳。あ、ピアススタイル、あいいかも、かわいい可愛くないわ。いや今日は一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。たっちゃんもう働いてたね。めっちゃ楽しかったよと第1回目農家さん訪問、いや本当にいい経験させてもらいました。ありがとうございました。ありがとうございました。たっちゃんなっちゃん、うちの農園にも遊びに来てっていう農家さんがいらっしゃいましたら、あのぜひ連絡ください。どこでも行きます。そう、5年間乗れる、乗れるけん、乗り放題、乗り放題、どこでも行きますということで今週のビデオはたっちゃんのメディアンマスターへの道第1弾でした。それでは皆さんまた来週、バイバイ。ちょっとドリアンじゃない、もうドリアンよ最後までドリアンに見送られるたっちゃんでした。バイバイ。